第2章、まずこの雨戸を見てください。さっきも言った通り、あの晩この戸は確かに閉まっていた。上下の3は落ちていなかったかもしれねえが、この頑丈な鉄の若木は夜になるといつでもかけておくものらしい。その証拠は、外から戸を開けようとしてもこの離れは谷氏のように蓋が閉まって、敷居に傷をつけるか鎌地を外さなければどうにもならねえ。そう言って平次は、佐野松の死骸が発見された朝、この戸をのみでこじ開けた猪松の顔を振り返りました。猪松は黙ってうなずいて、平次の言葉に目で相槌を打ちます。これだけ念入りに締めてある離れ兵路には何かの仕掛けがあるにちげえねえ。もっとも若木に細くって丈夫な紐を一本かけて、その紐の端を節穴から外へ出しておけば手軽に開けられる。その仕掛けはいつか麻布の六軒長屋の殺しでこの目で見たことがある。その時は若木に紐を絡んでおいて、外から強く引けば若木がかかり、それから紐を緩く引けば絡んだ紐がほぐれて外へ抜ける仕掛けになっていた。が今度は違う。外から中にいる者に気づかれねえように開けて入って、しとしとり殺した上、外へ抜け出して、今度は外から雨戸を閉め、うちにある若木までかけておくんだから容易な手数じゃねえ。幸いあっしはいいものを拾った。運が良かったんだ。平次はそう言って懐中から二つ折りにした半紙を出して、それを開いてみんなの目の前に差し出すのです。何にも見えねえが、何ですよそら。八五郎がまた鼻を寄せます。黒くて細いから見えねえだろうが、これは馬の尾だよ。敷居際に落ちていたんだ。へえ。それはあまりに変わっていて、一つの半地物としか思えません。手ぐすでもいいわけだが、手ぐすは水の中でねえとかえって目につくから、くせ者は骨を折って馬の尾を探してきた。もっともこの辺りは田舎が地形から、生き馬の尻尾を引っこ抜けば一本や二本はわけもなく手に入るだろう。それをどうするんですよ。やぶん八五郎はみんなを代表したように話の先を促します。まず戸を閉めて若木をかけてくれ。みんな中へ入って、もっとも中からでもよく見えるように窓の戸は開けておく方がよかろう。いいか、この馬の尾を若木にくぐらし、その二本の端を左の釘穴から外へ出しておくんだ。平次一人を外に残して、五人は離れの六畳に入り、窓からの明かりで問題の雨戸と馬の尾を枠にして通した若木を見つめております。若木は間違いもなく厳重にかかっております。いいか、お見落としのねえように頼むぜ。平次は手品使いの口上のようなことを言うと、若木にくぐらせた馬の尾が外の釘穴からの操作でスルスルと動いたと思うと、何の不都合もなく細くて強靭な紐に変わりました。財布か肌守りの紐を利用した様子です。やがて馬の尾と変わった紐が強く引かれたと思うと、それを絡んだ若木が受けからことりと外れて、雨戸は苦もなく外から開けられるのです。第三章。驚きましたね、親分。これじゃあ戸締まりをしたところで何にもならねえ。馬の尾一本で苦もなく開けられちゃう。八五郎は舌を巻いておりますが、立ち会った四人も顔を見合わせて黙ってしまいました。ところで今度は、人を殺して外へ出たくせ者が外から雨戸を閉める工夫だといったところで、持ってぶるほどのことじゃなく、仕掛けは同じことだ。平次はそう言いながら紐を馬の尾に変えて、今度はその端っこを若木の右の釘穴から雨戸の外へ出しました。八五郎はこの手品にすっかり有頂天で、いろいろ世話を焼いたり、みんなの顔を見比べたりしております。いいか、手拍子を一つ頼むぜ八。平次が外から声をかけると、八五郎は心得て、よし来た。八つ手の葉っぱのような大きい手を
パタリパタリと叩くのです。と馬の王がまたスルスルと細い紐に変わりました。そしてその紐が激しく動くと、外されたままの若木はさっきとは反対に動いて、若木の受けの上へ生き物のようにことりと収まってしまい、この魔法を演じた細い紐は元の穴からスルスルと戸の外へ消えてなくなるのでした。なんやなんや。八五郎はついあやしてしまいます。元より誰もそれに応ずるものはありませんが。バカ野郎、偽物じゃねえ。これより早く戸を開けて俺を入れろ。中から雨戸を開けると平次は静かに元の座に帰りました。そうして、ご主人、ご覧の通り、くせ者はどうして離れに入ったか、人を殺してから離れを抜け出し後を閉めておいたか、みんなお分かりでしょう。静かではあるが厳重に一矢を報いたのです。いかにも、さすがは銭形の親分と言いたいが、それを解く者とそれを考え出す者と知恵に勝り劣りはない。いわば曲者と銭形の親分と今のところ互角の勝負といって差し支えはあるまい。鈴川門戸はこんなことを言うのです。この男には何やら暗い影があって、町方の者を特に嫌う様子が見えるのは何としたことでしょう。なるほど、曲者とは死と互角、そう言われても致し方はありませんが。平次は苦笑いしながら続けました。このボタン化けはどなたのでしょう。海中からいつか猪松が庭で拾ったというボタン化けを出してみせました。大して古くはありませんが、おしろいと油が染みて外の空気に触れただけでも辺りへ生めかしい香気を発散しそうです。みんな黙ってしまいました。うっかりしたことは言えないといった警戒心が素早く行き渡ったようです。ご主人はご存じありませんか。平次はボタン化けを持ったまま鈴川門戸を追求しました。いや、何にも知らぬ。鈴川門戸は頑固に首を振りました。三人のうちに第一章。私から申し上げてもいいでしょうか。後ろからおようが口を出しました。だいぶためらった様子です。いいとも、どんなことでも。平次はさりげない調子で演じました。その前に伺いますが、そのボタン化けの持ち主が佐野松さん殺しの疑いでも受けているのでしょうか。いや、とんでもねえ。ボタン化けなどというものは人殺しの道具にはならねえよ。安心するがいい。平次は場所柄も構わず面白そうに笑うのです。これをご覧くださいな。お葉の差し出した縫いつぶしの洒落た紙入れ、小型ではあるが少しかさばった感じのを受け取って、平次は銀の小はぜを外しました。中には岩皮に包んだおしろいと耳かき、爪切り、紅札など生めかしい小道具の入っているのを一通り調べて、そのままお葉の手に返します。そのボタン化けはご覧の通り小型で、兄弟の引き出しに入っている品ではございません。打ち明けて申し上げると、もともとこの紙入れの中に入っていたものでございます。それがどうして。母親の形見でございます。御殿奉公をしていた母親と違って、稽古や踊り子に身を落とした私には品が良すぎると申しましょうか。正直に申し上げると、やぼったくて気が引けるのですが、一生の大事と思うときは守り袋の代わりにそれを持ち歩きます。いつぞやの晩も。お葉は急に口をつぐみました。男に会うのを一生の大事と考えるような冒涜的な習慣を身につけたことが、ふと決まりが悪かったのでしょう。それをいつどこでなくしたか覚えがあるだろうな。申しましょう、決まりが悪いけれど、それは佐野松さんのいたずらでした。私のボタン化けを借りて、縁側に巻いた灰の上へ獣の足跡をこしらえたのですが、それっきり私はボタン化けをしまい忘れて帰りました。あくる日はもうどこを探してもなかったんですもの。そう言いながら、かつては自分の夫だった主人
鈴鹿はモンドの顔を盗み見る。お葉の媚びは非凡でした。自分を捨てた男にこう面と向かって少しのたじろぎも感じないお葉は、心の内に少なからざる優越感を持っているに違いなく、その精霊な目やわだかまりのない微笑みに迎えられてたじたじとなったのは、かえって捨てた夫の鈴川モンドだったのは、言うに言われぬ面白い皮肉です。その掛け合いの面白さをよそに、杵太郎と八五郎はしばらく座を外しましたが、どこからかふらりと戻ってきた杵太郎は、お師匠様、主人の鈴川モンドにこう言うのです。なんじゃな。モンドは立派な顔をねじ向けました。あの、今晩から私はこの離れで休みたいと思いますが。何を申すのだ、危ないではないか。いえ、少しも怖いことはございません。私は少し見極めたいことがございますので。杵太郎は何を考えたか押し返して執拗に言うのです。第二章。神田明神下に帰る道々、八五郎は平次に絡むのでした。ええ、親分にはもう佐野松殺しの下死人は分かっているでしょう。そんなことがあるものか。下死人が分からなきゃ、親分は馬の尻尾の仕掛けなんかをみんなの前で話すわけはねえでしょう。あれを聞いたとき、あっしはそう思いましたよ。はあ、親分はもう大詰め来ているんだなと。つまらねえことに気がつくんだな。ところが今度という今度はサジを投げたよ。くせ者の方が俺よりよっぽど悪がしこい。へえ、鈴川モンドもそんなことを言いましたよ。ぬけぬけとこんなことが言える八五郎です。だがせっかくだからこれだけのことを言っておこうよ。佐野松殺しの下死人は男二人、女一人のうちにちげえねえということを。平次はあたりを気にしながらそっとそれだけのことを言うのです。道は千駄木から藍染川に沿って水戸様のおしも屋敷の裏へ出るところ、木立が濃くなって遠く忍ばずの加賀様の屋根が見られます。へえ、三人ね。誰と誰です、それは。八五郎は乗り出しました。おめえに教える分には差し支えあるねえが、間違えても人に言うな。へえ、それはもう大丈夫で、名代の地獄耳で。八五郎は大げさに自分の耳などをほじってみせるのです。佐野松を恨んでいる者は三人あったことはおめえにもわかるだろう。第一は鈴川モンドだ。平次の言葉は全く八五郎に予想外です。どういうわけですよ、親分。鈴川モンドの女房はおようだぜ。去った女房にしても、その女と相引きを重ねている佐野松が憎くねえことはあるねえ。そうでしょうか。お葉はまだ若くってあの通り綺麗だ。去った女房でも佐野松に親しくなったり、杵太郎とイチャイチャされちゃ鈴川モンドいい心持ちはしねえだろう。現にお葉と連れ立ってきた杵太郎を見た目の色は容易じゃなかったぞ。へえ。そう言われると八五郎にも思い当たる筋がないではありません。その次に佐野松を殺したくなったのはやっぱりお葉だよ。あの女は容易ならねえ女だ。亭主に追い出されたら、並大抵の女なら世間体も悪いから、できるだけ遠くへ逃げて元の夫に見つからねえ工夫をするだろう。それが蛍沢から谷一つの谷中三崎町に巣を構え、綺麗首を三人も飼って三十過ぎての厚化粧三昧だ。そのうちに遠野だった美男佐野松が嫌になった。最初は元の夫の鈴川モンドへの面当てに弟子分の佐野松と合引きなどをして見せたことだろうが、影間崩れのにやけた佐野松がいかにも小汚く頼りなく見えたことだろう。お葉はそういった太刀の女だ。平次の説明は豊島女の心の秘密にまで食い入ります。